はい、おはようございます。増田です。イェイイェイってことですね。今日もですね、元気に送っていきたいと思います。いつもですね、ビデオを見てくださって本当にありがとうございます。さてですね、きっとですね、このビデオがですね、あなたに届く頃にはですね、僕はアメリカに行ってるんだと思います。なぜですね、アメリカに行ってるかといえばですね、ケネディのですね、スーパーカンファレンスというですね、セミナーがですね、3日間あるんですけれども、それにですね、行くために3日間ですね、向こうの時間で2、3、4というですね、3日間だけですね、オーランドにですね、行ってきます。まあ、去年もですね、そうだったんですけれども、去年もテキサスの方に行かせてもらったんですけれども、まあ、もう、セミナー会場がもうめちゃくちゃ寒いっていうですね、で寒いんですけれども、アメリカ人はですね、このなんかコップにこう、なんですか、氷めっちゃ入った水で飲んだりとかですね、しかも半袖でですね、なんかもう、チップスとかをもうバリバリ食べてるってですね、なんかもう本当に全然文化の違いを感じましたけれども、まあセミナーとかでですね、なんかこう、あったかくて、お腹いっぱいになって眠たくなることは、あなたもですね、あると思うんですけれども、寒くてですね、眠たくなったことってないじゃないですか。それをですね、人生で初めてですね、体験したアメリカのセミナーでした。まあ今回はですね、それにですね、完全防備ですね、するようにですね、まあめっちゃ厚着していきますけれども、そんな感じでですね、今回も始めていきたいと思います。はい、去年もですね、ケネディのですね、セミナーに行かせてもらったんですけれども、ケネディのですね、言ったことでですね、まあいろんなことをですね、言われたんですけれども、マインドセットのこととか、テクニックのこととかですね、書き方、コピーライティングの書き方っていうことをやったんですけれども、で去年のですね、テーマがですね、ハードコア、ダイレクトメールというですね、ダイレクトメールの講座だったんですけれども、その中のですね、一つですね、僕がですね、一番響いた、ケネディの一言があります。で、ここにも今日書いてますけれども、ダン・ケネディの一言っていうのがありますけれども、何だと思いますか？あなたはですね、セールスレターとかコピーとか広告というものを書くときに何に気をつけているでしょうかってことなんですけれども、このことについてですね、去年ですね、スーパーカンファレンステキサスでですね、ケネディが教えてくれたことはですね、とてもとても僕のですね、コピーライティングの、コピーライターとしてのですね、人生でですね、最もインパクトのある言葉だったと思います。その一言とはですね、最初が肝心だということなんですね。出だしが読まれないとですね、はっきり言って意味がないですよね。で、みんなヘッドラインとかリードとかに全然気を配らずにめっちゃ細かいとこ気をつけたりでやるとか写真の位置気をつけたりとかするんですけども、もちろんそれも大事なんですけれども、やっぱりリードコピーの部分でですね、読まれないと後半は読まれないということです。これについてですね、ケネディが教えてくれたことがですね、やっぱりこう最初が肝心だ、ダイレクトメールの講座だったんですけども、ダイレクトメールというところの開けられなければコピーの意味は何もないって言ったんですね。なので僕自身はダイレクトメールであれば開けられること、セールスレターであればリードコピーですね、ヘッドライン、リードコピーいいですね、そっからボディに行くんですから、そこの部分に本当にこう、まあ、僕自身は 70%、80% のですね、パワーを注ぐべきだと思いますし、だってそこが読まれなければ、下が読まれないんですから、この最初が肝心だということをですね、肝に銘じて、いただきたいと思います。今回もですね、アメリカに行ってですね、たくさんのですね、学びをですね、得てですね、あなたにですね、また来週ですね、シェア、来週かどうかわかんないですけども、これからもですね、シェアをしていきたいと思いますんで、ぜひですね、今後ともですね、ビデオをですね、ご覧になって、勉強をしてください。そんな感じで、今日はですね、送っていきました。またですね、アメリカ帰りにお会いしましょう。さよなら。